はい。皆さん、こんにちは。こんばんは。GK です。今日は GK の新無課金派を始まります。さあ、ということで、エナジーがだいぶ減ってることに気づいた方は多いんじゃないでしょうか。見てくださってる方は。そうですね。今、ランキングイベントのプロスピ応援団が来ております。リアーカよりもこっちを先にやりました。まあ、なんでかというと、育成が命だからですね。まあ、別にそんなに早くしなくてもよかったんですけど、正直、2つのアカウントで、この、2つのアカウントでこのイベントを 累計まで取るのはマジで大変です。まあちょっとねしぶ、仕事で忙しかったりとかもしたんで、もうなおさらきつかったですね。で、エナジーがね、たくさんその代わり溶けて、本当はね、こういうことしたくないんですけど、ただね、僕もね、やる前まではそう思ってました。まあ、こんなことはしないと。まあ、ギリギリまで粘って終わればいいやぐらいの気持ちでおったんですけど、いざね、やってみると余裕がないというところで、 どうしてもエナジーを割って先にこっちを終わらしたかったので、これを撮ってきました S ランク TS 契約書。ということで、まあ一応ね、見ましょうか。まあ一応ね、ただね、この動画の前にもう一個本当は動画撮ってたんですよ。前のあの、プロスピフェスタの結局ね、2000枚ぐらい回したんですよ、僕。で、それをね、動画撮ってやってたんですけど、なぜかね、あの、僕のミスでね、あの、iPhone のストレージが満杯になってしまってですね、写真の方が動画で埋まっちゃって、このサブ赤の方もね、本赤の方もそうなんですよ。 どっちもね、あの、奇遇なタイミングでね、あのー、ストレージが満杯ですで、動画が保存できてなかったんですね。撮れ、撮れてなかったんですよ。なので、2、2個ぐらいに動画ボツにしてます。で、一応ね、まあ、報告としては、このアカウントは、えっと、2000枚ぐらい回して、A ランクが5枚ぐらい出たかな。S ランクは出なかったです。で、結構 A ランクが出たんで美味しかったな、という動画を撮ったんですけど、消えました。 はい。そこは本当に申し訳なく思っております。一本ですね、動画が消えてしまいました。あとね、このイベント始まるにあたってスカウトを回したんですけども、全部 B ランクで撃沈をしております。まあ、一応報告だけさせてください。まあね、本当はね、こういうことやっ,た方やってはいけないんですけどね。まあちょっとね、やっぱり、僕もね、ゲームだけやってればいいって言われたら、もうじっくりやりますけど、まあやっぱりね、ちょっと私生活とのね兼ね合いがあるので、そこはちょっときつかったです。で、今ね、終わったんですけど、もう10万人ぐらい終わってるんですね。 ブロスピーでいつからこんなにね、人が増えたんでしょうね。<laughs> 本当ね、毎回ランキングイベントの時に言ってますけど、はい、もう本当にすごいです。でちなみにね、今日ちょっと僕、機嫌が悪いところはあるかもしれないです。なんでかっていうと、ちょっとホークスのせいですね。はい、ということで、えっ、ー、と、早速引いていくんですけれども、まあ、今回の狙いとしては、まあ、自チームで言えば、内海選手なんですけれども、あの、このアカウントで、 重要なのっていうのは TS の時に、要はあの普通の A ランクが手に入りやすい選手の方が嬉しいんですよね。あの、育成の面で。なので、この中でその可能性が当たるとしたら、ら内川選手がちょっと今年微妙なんですよね。もうこれ以上、S ランク、あのシリーズ2とかでもしかしたら A ランクが出ない可能性とかも。 もしかしたらあるかもしれないので、まあ、そこはちょっと、まあでも内川選手でも当然嬉しいんですけど、内、ま、海、あ、選手もちょっと A ランクが出そうにないんですよね。もしかしたらイベとかで出たりするかもしれないですけど、今のところ出ないんじゃないかなと思うので、ここの2人はちょっと微妙ですね。内川選手もちょっと微妙かな。で、金千尋選手はめちゃくちゃ嬉しいですね。A ランク普通に持ってるんでね、すでにしかも。なので、まあ一番の狙いとしては、まあ正直優劣つけがたいんですけれども、まあ一応前世として見よっか。 まあ、伊藤選手も嬉しいですね。A ランク当然出てるので。まあ、大谷選手は、引退されちゃ、引退したっけ大谷選手って。まだ現役かなもしかしたら。でもなんか最近1軍で投げてないですよね。サイト高橋選手は引退してるし、本田選手も引退してるんですよね。もうコーチになってるから。なので、まあ、でも今回 A ランク自チーム契約書が2枚あるんですよ。なんで、ま、2枚と、あとま、2突までいけるんで、あとま、限界突破コーチ最悪3人使ってもいいんですけど、まあ、能力的に欲しいのは間違いなくこの選手、松井和夫選手。 で次、まあ同一ぐらいで金子白選手で、まあ、まあ、糸井選手もそこに入るかな。まあ要は僕の狙いはこの3人ですね。育成の面考えて。まあ時点で次、内川選手とか、内海選手まで入るかな。まあ内川選手かな、時点は。ってところですかね。まあ4人。今回4人、引けたらいいなと思っております。はい。ということで、早速やっていきたいと思います。まあ僕もね、正直単発でエ、ね、ランクとか引ければいいなと思ったんですけど、もうあの引き運がね、もう、ゴミでしたね。 はい、もうひどいです、相変わらず、あのー。B ランクしか出そうな気配がないんですよね。A ランクがね、単発ガチャで。いつからこうなったんですかね。もうあの演出が変わってから、マジで、ね、出る気がしないんですよね。あ間違えた間違えた。先に A ランク引かないとね。ゴールドはね、S ランク引ける可能性があるので、ちょっと後にしたいんで。で A ランクはもう、自チーム契約書はもうそのまま引きます。で、この自チーム2つはもう出た選手で引こうかなと思ってます。まあ、わかんないですけどね。まあ、出る選手によりますけど。 いまあ、ちょっとね、まあ、出る選手によっては、もしかしたら金子千尋選手取りに行くかもしれないですね、A ランクはね。ちょっと分かんないです。今後の結果次第ということで。なんで燃えない。おお、小林選手、オッケー。2枚目ですね、A ランク。エキサイティングで1枚目。もや選手か。まあまあ、いいでしょう。A ランクはもう基本的にもう取っておきますね、あのー。普通にスタメンに入りそうじゃない選手でも取っておきます、このアカウントは。 基本的には。基本的には特訓とかはもうコーチとか、あの B ランクの選手とかで上げていければなと思ってます。まあなんでかっていうと、まあ選択肢を広げるためですね。要は。あの、使う選手のレンスランク出た時に。まあリアーかとかだったら使わない選手も、1枚かだったら使う可能性が出てくるわけですよ。あの、育成の関係でね。いやー、A ランク1枚欲しいよ。ま待ち頼むよ。てくれよ。よし、割れてくれ。そのまま。おお、来た <laughs> ノリで言ったら引けるんすよねでもここで運を使っちゃった感がしてちょっとなんか複雑な気持ちですけどさあ誰が来るでしょうか A ランクも欲しいですねおおよしよしおお浜田選手 OK もう1枚くれナコさんおお石田健太選手ありがとうございます A ランク持ってないっけ持ってるかもしれないあ,あれリアーカーの方やったかなもしかしてお茶になってくるんですよね2つ持ってると石田選手はありがたい ありがとうございます。9位方よね、多分ね、ね。先発、中継ぎいけるのはマジで助かるね、まあ。ハーマン選手も今年からね、もともと楽天にいましたけど、えー、っと、中継ぎだけやね、オッケーオッケー。A ランクはマジでね、いる。本当もう、あの、溢れるほどあっていいっす、今の状態では。もう特にこの最初の時期、本当に大事だと思ってるんですよね。あのレベルがね、上がりやすいんですよ。あのね、育成がはかどりやすい、V ロード回りやすい。 と,いうところで今のレベルのうちに結構 A ランクを正直育成したいところではあります。ということで、はい、TS 契約書いきます。まあ、狙いはね、まあ、まあ、ここはまあ、正直、うーん、まあ、難しいですね。まあ、狙いが出たら嬉しいです。さあ、S ランク引験者しこのアカウント初やないゴールド契約、S ランーもしかしたら。おお、久々、おいしそうに見た。こっちの妻が僕好きなんですよね、圧倒的に。 さあお願いしますごい,っそうたかいやこれがね一番困るんよねここら辺の選手がそうですかでもね強いんよねパウエル選手もね十分強いセンターでしょいやどうしああ広角ついとんかしかもいやちょっと待てよ <laughs> いや違うこれほんと難しいここ いや、そうそう、矢野選手とかね、もうここら辺の笹岡選手が来た、パウエル選手が来たらもう難しいと思ってたんですよ、僕は。本当に。もうどうしたらいいんでしょうかね。しかも、ドラゴン揃いすぎやないエキサイティングも2つ引いて、OB いったんでしょこうもう、自チーム変更してもいいレベルで引くな。いや、つえなミート85、ただね、ラインドライブはちょっと気になりますけども、 いや、めっちゃ強いわ。これだって、ミートはもう、多分これ、ノール、特殊ノをつけたら、あの、振り切るでしょうし、余裕で。で、パワーも広角で上がるんで、ちょっとだけどね、えっ、ー、と、こっちミートしか上がらんもんね。で、まぁ、あ、チャンスの場面とかになったら、ほんと最強打者みたいになるんじゃないかな。まあ、パワーも B あるし、多分これも A 振り切るでしょう、チャンスの時では。ということは、もう、すごいね、強い打者ですね、普通に。もう、文句なしですけどね。まあ守備も C あるし、 で、まあ、三徳もあるく、三、ね、三つの、あれも悪くないし、ね、補給もスローイングも方も、まあ、平均して C ぐらいはあるし、うん。で、阿部姫持ち、降格。で、バッターでセンターか。今、センターいないんですよね。どうしようかな。ぶっちゃけ、糸井選手、ちょっと待って。え、金子千尋選手はね、もう正直、 うーんってう感じなんですよね。今のこのファイターズの方、まあ強いですけどね。強いけど取るなら一体選手かなと思ってるんですよね。僕的には。金越白選手ってまだ今年 S ランク出てないんか。そもそも。あ、違う違う。エキサイティングあるんか。74、69、73でしょ。まあ、そんなね、あの、リーグとか考えたらそんな強くはないんだよな。うーん、まあパウエル選手取りましょうか。このまま中日にして。取りましょう。オッケーオッケー。もう取ろう。 まあ、糸井選手のが欲しいっていうのもあるけども、いや、いいや。いや、いい。もう仕方ない、これは。まあ、こういう悩みもね、当然ね、今後もね、多分ね、結構出てくると思う。あの、特にこのイベント系の TS とか OB とか、まあ、セレクションとか別に何も悩みもないと思うんですけど、まあ、セレクションそもそもそれ専用の契約書とかあったかなって感じなんですけど、多分なかったと思うんで、ドラゴンズになってますね。ゲス まあ、二人とって、まあ、一応ね、あそうそう、もう一つ忘れてたわ。そう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 ,そう、ルレヒトね、もう一個忘れてたわ。もう一個動画飛んでるんだわ、そういや。これ見れるんかなイベント終了イベで。もう見れんかなああ、見れるね。一応ね、大抽選会、動画撮ろうかなと思ったんですけど、こっちね、なんとね、D 賞当たってるんですよ。限界トップ。 コーチだけん、今ね、あの、限界突破コーチが、あこの前のあの、ルレヒの分と、今2枚あるんですよ。まあ、これ、別に急いで焦って使う必要はないので、使わないですけど、ただ、今の感じで、パウエル選手が2枚手に入って、ああ、で、普通のあの、A ランクの方は、パウエル選手持ってないんで、そうそうやけんね、 ちちょっっと微妙な反応しちゃったんですよね。斉藤隆選手とかは持ってるんですよ、A ランク。なので、斉藤隆選手がマジで出たら、これ2枚使っちゃおうかなと思ったんですけど、まあでも、まだね、正直勝負するシリーズじゃないんですよね、今シーズンって、シリーズワンって。 なので、まあ別に使わずに取っとこうかなと正直思います。まあよっぽど育成が早く進むとかだったらね、ちょっと考えてもいいけど、例えばさ、センターがよっぽど出ないとか、あのパウエル選手以外に候補が見当たらないままずるずるいきそうとかだったら使う可能性が今後あります。で、一応ゴールド契約書も1枚、あ、これもね、A ランク出たよ、2枚ぐらい。これもね、動画飛んだんですよ。本当ね、最悪。あの、連チャンで撮ったんですよ。ど、連チャンで撮って、どっちも取れてないことに気がついたんですよ。両方ねや。4本飛んでるんや、動画。 4本分飛んでます。あのメインと合わせて。で、スナック特訓コーチも9枚も手に入ったんで、うん、まあ正直、まあ、こっちのアカウントは、あの、めちゃくちゃ良かったです。抽選内容として。あと、あの上の方はね、もう1票ずつ入れてますけど、まあ期待してない1票なんで、まあまあもしかしたら、でもまあ1票入れてないと当たらないからね、当たる可能性がもうゼロはちょっと嫌だったんで、1票入れたんですけど、 うーんって感じですね。で、まあ、B ランクもいっぱい余ってるんで、まあ、さっさとね、あの、経験値倍率のやつが来てほしいんですけどね。もうそろそろ来ると思うんですけどね。このイベントと入れ替わりぐらいか、まあ、6月始まってすぐ来るのかはちょっとわかんないですけど、まあ、次何が来るかでしょうね。まあ、あの、必勝、必勝系とかやったら嬉しいね。必勝系やったら、もしかしたらこっちもエナジーあの削ってでも早く1.8倍なりし1.5倍まで。 持っていくようにすするかもしれないですあれ3日とかでいけますもんねぐらいまでは持っていきたいので、まあ、できればあの秘書イベがいいですねあの経験値倍率チャンスあるのはねということで、まあ、今日は、まあ、一応パウエル選手引けましたし、まあ、S ランクの石田選手も引けたんで、まあ、正直良かったかなと思います、まあ、石田選手多分持ってないかなこっちじゃなかったかな A ランク持ってたの A ランクめっちゃ溜まったでしょ今永選手2枚とかねあ上茶谷選手持ったねないね 一応ねこっちにもちょっと映してるんですよね。ないよね。ないね。ああ、じゃあリアーカーの方か、引いたの最近見たんですね、石田選手。ということで、まあ、石田選手も一応育てて、まあピッチャーね、貴重な先発中継ぎできる貴重なピッチャーなので、ぜひ育てていきたいと思います。で、パウエル選手ももちろん育てて、センターの,あのレギュラーとして、あの長屋で頑張ってもらう予定ですので、良、まあ、かったと思います、正直。 まあ正直、ポジションかぶるよりは良かったかな。まあ、正直ね、もう本当、ライトはマジでいらないぐらいのレベル。まあ、外野はまだかぶってもいいんですけどね。あの、ね、限界突破すれば、結構、センター、レフト守れる選手多いんで、まあ、いいんですけど、まあね、なるべくやっぱりね、このアカウントでは被ってほしくないので、まあ、一番欲しかったのはやっぱりね、松井和夫選手が欲しかったです。ショートね、A すらいないですよ、今。B なんですよ、ショート。なので、余計に欲しかったんですけど、まあまあ、知らないでしょう、それはね。 まあ欲しいって言って手に入ればね、誰も苦労しないんでね、このゲームに関して。はい。ということで、今日はおしゃべりもこの辺にして、久々だったんでね、もっとおしゃべりしたいんですけど、今日はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。この辺で失礼します。お疲れ様でした。